もしかしたらここから CM の呪いが。うわ、気持ちいい。やば。ただめちゃくちゃ怖いよね。怖い。本当にあった怖い CM。 はい、新しいね。新しい始まりました。オールニューだね。まあ、世の中にね、いろんな怖い CM とかってたくさんあるじゃないですか。有名なものとかさ、ね、あります。うん、有名な、例えばその桃の天然水の CM とか。ああ、はあ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 。要は9人有名だよね。ちょっとね、有名だよね。9人の方が今まで起用されたんですが、そんなのが6人が、まあ、不幸なことにあったとか、都市伝説的な感じですね。そう、都市伝説だったりとか、うん、ティッシュの CM ですね。あー、あれ怖いよね。怖いのあるじゃないですか。うん、まあ、なんで我々が知ってるかというとね、本当にあの発足前に、本当の発足前、我々取り扱いまして、はい、オクラになったんですけど、あれなぜオクラになったかっていうの覚えてます？なんでですか？今みたいに、映像を映しながらここにワイプするっていうのができなくて、一生なんかの映像を見ながら怖がってるっていうリアクションしてるうちらだけを撮ってたんだよねっていう、もう本当にひどい仕上がりになって出せなかったんですけども、ね、まあ、ようやくね、こういうことが取り扱えるような実力になってきたんで、よかった、やっていきたいと思います。その前に、我々おかすいは今年の6月までに登録者数10万人を目指してますので、はい、登録よろしくお願いします。お願いします。通知もよろしくお願いします。お願いします。それでは本当にあった怖い CM を掃除していきましょう。ベロリンティア。この依頼をこなすために三重県に来たとき、うわやばい、うわやば、待って、ごめんなさい。あー、ちょ、見えない。曇って見えない。まず最初は、皆様も一度は見たことがあるこちらの CM。 はい、まず一つ目の怖い CM は、ソニーソンポの CM の呪い。これ割と新しい、CM の、まあ、怖いって言われて囁かれている都市伝説的なものなんですが、そうなんだ。カラタエリカさん。カラタエリカさん。カラタエリカさん。ああ、はいはい。東出さん、はいはいはい、浮気騒動があった方なんですけれども、ま、ね、まあ、まさにこのさっき言ったようなソニーソンポの CM に出てからですね、そういう不倫騒動があったり、元彼とのキス写真の SNS が出回る画像流出などがあり、ああ、芸能活動がパッタリとなくなってしまったっていうのがありまして、まあ、その他にですね、滝本美織さんがこの CM 出た後にスキャンダルが出たりと、あ、そう、いろいろこの CM 出ることによって、まあ、そういうものが出回ってしまったりとかするということで、ソニーソンポの呪いなんじゃないかっていうことが世の中から囁かれるようになったと。ただですね、まあ、これに関しては、まあ、他にも起用されてる方がいるんですけれども、はいはい、その方たちに別にそういう不祥事がない、あ、そうなんだ、で回ってないので、ね、これはあくまで噂なんじゃないかと。2人続いたみたいなこと。そうなんですよ。 あったので、まあ、これも、まあ、都市伝説の一つとしてランクインしたみたいな感じなんですよね。なるほどね。はは、もしかしたらここから CM の呪いが、あ、怖いね、出てくる可能性もありますよね。パルマがね、ソニーソンポの CM になったらさ、うん、大変だよ、ま、スキャンダル出まくるよ。だから確かにな、うん、俺事故を起こした時にとかってさ、そうだよ、免許持ってねえんだよお前無免許で捕まったっていうねそうそう、起用すんなって。だから分かってんだから、そんなのそもそも。いやでも本当に、だから大変に気をつけないと。危ないよ。だから俺を起用しないでください。そあなたが不祥事を起こしたら我々もね、メンツがありますから、採用しないでください、僕を唯一僕だけいらないんです続いては、一度見たら衝撃的で印象に残ってしまうこちらの CM。はい、こちらなんですけれども、うんうんうん、これ結構ね、まあ昔のものなんですが、はい、有名なんですけど、知ってます？ちょっと知らないかな。そうね、ちょっと分かんなかったな。こちらはですね、うん、ノストラダムスの恐怖の、大王が来るという予言を、うん、多くの人が真に受けていた1990年に放送されたもので、耳を塞ぎたくなるようなささやきのリフレインとともに、刺激的なワードや映像の数々が矢継ぎに目に飛び込んでくるというものなんですけれどもこれ何言って、難しい言葉使いすぎたね、今日初めて言った言葉が3個、2、3個は
レッドの辺どこ、リフレイン。分かった。リフレインとかさ、どっかからのコピペ丸出しだもんな。で、こちら映像ありますので、映像見てみましょう。映像、こちら。はい、気持ちいいな、やば。うわぁ、これ本当に？マジこれ？でもね、ちょっと覚えてるかも、あったかもしんない、こういう CM。 東日本の、JR 東日本のものだから、やっぱり西日本の地域に住んでた方たちは見てないのかね。全く知らない。今回のテレビシーンはですね、タイポグラフィーの文字を中心とする斬新な映像、はいはい、要はさっきみたいにポン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 って、ね、文字がポンポン、出てくるような。ああいうのタイポグラフィーって、損害とかパパパって出てたんですよね。出てきたね、うん。踏切事故の怖さとその代償、影響の大きさを印象的連続的に訴えかけ、うん、さらにボイスパーカッションによる音響が聴く人の耳に残るような効果を狙っていると、うん、印象になっているってことなんですけども、やっぱりそういう声があまりにも多かったのかね。まあそうじゃない。だから危険なものを危険だって知らせるために、うん、あえてその危険だよっていう音をすると、ね、うん、パニックになってしまうっていう例で言うとさ、まあ、例えば東日本大震災っていう大きな、うん、まあ、災害がありましたけども、はいはい、その時にあの警告音があったじゃないですか、うん、じゃん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 って覚えてます？携帯のね。それとかも今結構マイルドになってるんですけど、一時すごい怖い音が鳴ったって騒動になっちゃって、逆にパニックになるっていう。だから怖いものを怖い音で知らせるっていうのは逆にね、パニックにさせてしまったりとかっていう、そのつながってしまうのかもね。そうね、うん。続いてはこちらの幻の CM。 もっと怖い次が大目玉の大目玉になるんですが、はい、この白い人型と呼ばれている CM ご存知でしょうか？まあ、人型、まずその何の CM なのかもわからない。ベネッセとか白い人型、白い人型、人型は出てくるけど、あれ色なかったっけ？あ、そう、色青色みたいな。あ、いたいね、そんなくらいじゃん、ちょっとっけ、違うか、わかんない。で、こちらなんですけれども、うん、この白い人型と呼ばれている CM は、はい、2ちゃん、怖い CM 第9夜と呼ばれているスレに、うん、登場したんですけれども、はい、皆さん、うん、あの CM、なんか映像は残ってんだけど、うん、あの CM 見たいなと思ったけど調べられないみたいなのありません？いや、あるよ、あるよ。まあ、この CM をなんとなく覚えてて、うん、まあ、スレを立ち上げてみんな誰か探してくれないかってことで立ち上げたスレなんですけども、とてつもなく怖い CM があったと。で、ずっと記憶に残っていて、うん、黒い背景で白い人型のものが2人書いてあって、うん、カンカンという音が鳴り続けている、うん、確か地球上では2秒に1人が死んでしまうっていうやつで、うん、2回音が鳴ったら片方が消え、次の瞬間には元の場所に人型が復活し、うん、今度はもう片方が消える、それが延々と繰り返されるだけの CM と投稿されたのが全ての始まりだった。ただ探しても探しても見つからないんですね、うん、で、とある方がこんな CM なんじゃないということで再現した映像を作って、うん、すごい、何それ、作ったんですって、その CM がこんなんじゃないかと、はいはいはい、でその CM を今から流しますので、はい、こちらでございます、はい。うんうんうん、めっちゃ怖いじゃん。イメージはこういうことだったでしょ、多分ね。こんな CM あったかい？いやー、わかんない。ただめちゃくちゃ怖いよね。怖い怖い。これ本当に、これイメージでしょ、でも。これイメージなんです。ある方が再現したってことだよね。そう、うん。これずっと永遠に流れてるの？永遠にこれが流れるだけの映像なんですけれども。その後、密室、迷宮入り CM 創作スレなども、うんうん、少しずつ新しい情報が出始めると、うん、それは、時間、放送期間は1996年から1998年あたり、うん、CM 地域は一部のローカル局の深夜番組枠のみ。あ、そう。東京、名古屋、大阪の 大都市圏での放送はない。ない。うーん。そしていつしか新しい再現動画が作られたんですね、さらに修正版が入りまして。なるほど。すごいね。で、そちらもありますので、はいはい、そちらご覧ください、はい、こちらです、はい、で、今テロップも入ったり、
いやちょっと本当に今見ただけでも鳥肌が立ってるんですけど。そうだね、変だね。こんな CM があったら覚えてると思うんだけどね。確かに確かに。ね、一定数の目撃者がいるものの存在が知られてから約15年間、うん、未だに発掘されることはなく、完全に都市伝説化してしまっているのが現状のようだと。はあ。だからね、こんだけヒントが出てきてて調べてるのに出てこないってなると、そうだよ、ね、ちょっとね都市伝説化してしまうよね。だローカルすぎてっていうのもあるのかもしれないしね。大都市では放送されてないわけでしょ。そうだね、うん、俺たちの中で掃除していきましょう。お最後、ね、あ、そういうこと。うん、みんなの見解聞かせてほしい。パルはどうだよ。これはまあ正直これはないのかなと思う。映像自体はないものだと、うん、だからもうほんとイメージが不特定多数の人のイメージが多分共通になっちゃった。だから誰かが一回言ったわけでしょそれを、うん、あるみたいな。あ、俺も見たことあるかもみたいな。なるほどね。だって俺もあるかもってなったし。潜在的な、だからそういうなんかあるんじゃない、なんか。だからその一人の共感性なんとかみたいな、ね、みたいな、なんかそういうのあるんじゃない。マイクはどう。まあ本当にパルマに同じくないものだと。うん、なるほどな。やっぱだってなんか絶対もう出てくる時代だったし。うん、そうなんだよな。だ僕の見解なんですけれども、はい、僕はこの映像を見た人たちは、うんうん、いると思ってるんですよ。ほうほうほう。実際に存在する、存在していると思うんですけども、うん、ロマンだね。その見るっていうのはどういう条件かっていうと、うん、俺心霊的なものだと思ってるんですよ。おお、心霊映像なんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんかね、自分が見たことがあって、うん、ただ見たことがそんなないよっていうけど見たことある人がちょこちょこいるみたいな、うんうん、CM だけじゃない話もあるじゃないですか、うん、まあね。例えばあのザ・マンとか、あ、ディスマン、はいはい、ディスマン、ディスマンね、はい、ディスマンとか夢に出てくる、はい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 、そういうものに近しいものなのかなっていう、はあ、なるほどね、感じですね。まあ、例えば口裂け女ってさ、その一つの説によると、この噂ってどんくらい広まるんだろうっていうことで作り上げたものだっていう説もあったりなんかね、あるよね。そうそう、聞いたこと。そうなの。だからそういう CM もちょっと一定数に見せてどれだけ広がるのかっていうのをチェックするがあったのかもね。もしかしたらね、うん、噂がどんぐらい広まるのかって。やってらんねえな。じゃあまとめますか。はい。この CM は、はい、存在しない心霊 CM だ。おー、こちらがおかすいの意見です。はい、そうですね。だから幽霊的な CM が存在したっていうことが、ね、見てしまったってことなんだよね、うん、はい、はい、以上おかすいでした。あれ、白い人型見たことあるぞと思ったそこのあなた、チャンネル登録と高評価ベロリンキャ。